お？誰かと思ったら5年前にわしのところを勝手に飛び出していったバカ弟子ではないか。5年も経つと顔つきが変わりおるからわからんかったぞ。なんだ、もうわしが恋しくなったのか。ああ、残光剣だと。なんだ、お前も相変わらずくだらないことを続けておるのか。うん？だからお前はアホなのだ。知らんの。もし知っておってもお前には教えてやらんが、知りたかったらわしを剣で倒してみ。5年でどれだけ腕を上げたか見てやるわ。私は腕を上げたようだな。ほれ、断崖剣だ。わしに一回勝っただけで全てを得ようなど甘いわ。あまりに甘くて砂糖を吐いてしまいそうだわ。わしはこの村には二度と来ん。再び放浪の旅に出る。天地をもって我が心とすれば至るところに安楽あり。次に流れ着く場所を探し当ててわしに勝てたら少しは考え直してもよい。では、さらばだ。
ティブな態度を取ることで、服やアイテムを手に入れられることもあるんですよ。例えば、人に話しかけなかったり、人に会わなかったり、依頼を引き受けなかったりです。他にも、人と別れたり、物を拾わないとか、勝負に負けるとかもそうです。